こんばんは。こんばんは。今日は2人です。我がリルレのアジングアンバサダーの森です。自称ですからね。いやいやいや、勝手にしてね。俺何も言ってない言ってない。はい、ということでね、はい、今日はですね、前回前々回ぐらいかな、エントリーグデカアジ攻略っつって、あ、ありましたね、アジングの動画を出させてもらったんですけど、はい、その時のリグの紹介を、はい、していきたいと思います。はい、はい、はい、では早速。そうですね、はい、この間その動画内で自分が使ってたリーグがアルカジックジャパンっていうところから出てるシャローフリークっていう、はい、このリーグフロートですね。なんかちょっと間違ってたみたいで、うんうん、ずっとキャロキャロって言ってたんですけど、うん、キャロライナリーグっていうのはシンカー的な役割をするのがキャロライナリーグっていうのがちょっとネット上に書いてあって、これはフロート、飛ばし浮きですね。やっぱそういう若干の違いがあるみたいで、まあ、語弊がないように正しい方で、キャロライナリーグじゃなくてフロートリーグの方をやってます。はい、本来だと、リーダーと P ラインの結束部分、ね、FG ノット部分で余ったラインにこれをつなぐように、はい、まあちょっと図を出してもらった方が分かりやすいかなと思うんですけど、図で出してもらってるんですけど、これ、こういう風にその余ったリーダーに、これをつなぐっていうタイプのリグなんですよね、うんうん、で下にジグヘッドを通常通りつけるっていう、うん、こう三つ股になってるリグなんですけど、はい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 、それでももちろんいいんですけど、うん、例えばあイカがこう来たみたいな時に、うん、パッてジグに変えたいとか、あ、ジグじゃない、エギに変えたいとか、はい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 、っていう時のために自作してます。その三つ股をこのちっちゃいスイベルの片方に2本ラインをこう結んで、はい、でその片方にこのフロート、はい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 、でもう片方にこういうジグヘッドをつけるっていう、うん、まあもう本当三つ股を要はそのスナップのところで作る感じにして、すぐ取り外しが可能なようにしてます。こういう仕掛けで自分はその F システムって言うんですけど、それを代用っていうか、自分なりに改良して作ってます。ちょっと結び目どんな感じ？結び目は普通にあの漁師結びみたいな感じでこう、おお、なるほど、はい、もう一つの輪っかに二つを結んでるだけです、単純に。今スイベル何も結ばれてないところのにスナップをかける、通常のそのエギだったりジグだったりっていうのをつけるスナップを何もついてない方にかければ取り外しが可能で、かつ三つ股にできて、仕掛け自体はこういう風に自分はやってますね。なんか最近、はい、まあ調校行って撮影の時とかさ、はい、結構遠投がポイントやったりするよね。今年の状況がちょっと遠投気味、深場に溜まってる感じなのかなっていう、そういうのもあってこういう飛ばし浮きをやってます。操作性なんですけど、うん、今実際そのさっきの三つ股にこうスナップを1個つけてみたんですけど、うん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 、こっち側が要は竿、メインライン、うん、でフロートがだいたいこれちょっと長いんですけど20センチぐらい取ってます。はは、三つ股からジグヘッドまでは1メーターぐらい取ってて、はいはい、こいつが、要はフロートなんで、うん、水中では浮くんですよね、うん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 、でジグヘッドが先行してこう沈んでいくっていう、うんうん、でこいつは後から追っかけてこう沈んでいくっていうタイプ、うん、要は Y 字に水中でこうなってるイメージ、はい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 、まあこう縦に T 字になったりこう Y 字になったりっていうのをこう変わってると思うんですけど、実際は、うん、そういうイメージでこう沈めていって、うん、こっちをちょんちょんちょんってメインラインを要はアクションをつけると、こいつを視点にたるみ分がジグヘッドが動くっていうイメージで、こいつは引っ張らない、このたるみ分でアクションを与えて、うんうん、ジグヘッドを操作するメインライン上にこう物がないんで、要はダイレクトな当たりがこのジグヘッドに来るんですよ。ほんとジグタンでやってる操作感で、うんうん、を飛ばして、うん、沖でそうジグタンをやってるイメージで、もうほんとそんな感じで、うん、すごいメリットが大きいのでこれを使ってやってます。なるほど。円筒系のアジングの中では、うん、自分がやった中で一番こう感度が良くて、操作性が分かりやすい、イメージしやすい。まあ今年のね、今の時期の長崎、特にデカアジは沖の方にねいるみたいなんで、ですね、うん、ちょっと円筒して、はい、やるのも一つだと思います。ぜひやってみてほしいですね、うん、これは、はい、ということで紹介ありがとうございました。まだ多分デカアジ狙えますよね、時期的に。いや、もうちょっと粘ってほしいですよね、うん。
2月ぐらいまでいけるよね、2月いっぱいで。いや、いけると思います、全然、うん、なんだかんだ尺奏尺すれてないんで。尺すれてないですよね。動画内では釣ってるんですよ、プライベートで。狙っていったら釣れないっていう。今期釣りたいですね。そうですね、ちょっと皆さんにお届けしたいですね、尺奏、はい、で。もうちょっと頑張ってみますので、はい、皆さんぜひね、はい、今回ね少しでも参考になったよっていう方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、またです。